手負いの獣は恐ろしい。人間もまたしかりである。3月場所の出場を明言した横綱照ノ富士、32。出場の可否を問われた際、出るに決まってる。最近、休場ばかりだから聞かれるんだろうけど、とムッとしていったことからもわかるように、すぐに休む、イメージに辟易しているのは間違いない。赤いハート白鵬の美人妻赤いハート着物がとっても似合う、セクシー系、の妻を見る。もちろん、状態が万全でないのは横綱自身が誰よりも理解している。優勝した1月場所の疲労やダメージの影響で、相撲を劣る稽古を再開したのは今月1日。調整に不安が残るものの、少々負けが込んだからといって、簡単に休場するつもりはなさそうだ。もともと、実力は今の土俵でも頭一つ抜けている。中でも先場所は相手の差し手を抱えて極める相撲が猛威を振るった。力士が恐れているのが、これだ。先場所の初日は裏の肘を極めて小手投げを繰り出すと、こらえる裏の右腕が荒ぬ方向に曲がったように見えた。本気を出せば折れてたかもね、とは、取り組み後の横綱の弁である。小手投げといえば、有名なのが大関、海王、現浅香山親方、でしょう。リンゴを握りつぶせる怪力から繰り出される小手投げは恐怖の敵で、土地の名だ、現竹縄親方、は左肘を折られ、玉の島、現離れ駒親方、も左肘を負傷させられた。他にも病院送りにさせられた力士は何人かおり、しこ名をもじって、破壊王、と呼ばれていたくらいです。照ノ富士だって、パワーでは負けていない。まして、下手に休めない、という精神状態では、海王張りの強引な小手投げを打ってもおかしくない。各界 OB、10日の初日に対戦する錦木も、先場所で痛い目を見せたばかり。寄り切りで敗れた直後、立ち合いで極められた左腕を気にする仕草をしていた。ただでさえ、照ノ富士は頭に血が昇ると荒っぽい相撲になる。その象徴とも言えるのが、先場所9日目の松園戦だ。立ち合いで松園の張り手が目に当たり、さらに爆弾を抱える左足にけたぐりを飛ばされると、はためにもそれとわかる大激怒。それまでとは一転して張り手、喉跡怒髪点の猛攻を見せ、最後は寄り切った後のダメ押し。土俵下に落ちた松園を睨み続けた。取り組み後も怒りは収まらず、通路にあるモニターで映像を確認すると、机をドン。と叩いて、ああ、とうめき声にも似た叫びを発していた。横綱である以上、序盤で負けが込めば、ファンや関係者から、そろそろ休場か、という目で見られるのは避けられない。そうなれば、いよいよなりふり構わなくなるだろう。力士一同、戦々恐々だ。関連記事、もっと読む。では、八角理事長と柴田山広報部長の元横綱二人が、満身創痍で一人横綱として土俵に立ち続ける照ノ富士について、率直な感想を激白している。大相撲ファンは必読だ。